基本的にもともとお笑い芸人としてのスタートじゃなかったんで、入った場所がお笑いの場所だったんで、もともと役者志望だったので、松田優作さんと共演がしたいっていう小学校からの思いがあって、ほんで、大阪でその芸能界に繋がる方法が全くわからなかったんで,で、その時にその NSC っていう養成所のパンフレットを。あれ宮迫さんって養成所世代なんですか ?NSC ですよ。7期生です。 ダウンタウンさんが一期生で。ダウンタウンが一期生なの一期生、そうそうそう。えこ、ー、んな昔からあるんですね。そうそうそう。う。で、ナインティナインは九期生みたいな。えぇー。サンさ,さんとかたけしさんがその芸人さんなのにドラマ映画に出,出られてたっていうのがあったから、その方法があるんだと思って入ったんですよ。ああ、なるほどね。入ってみて、お笑いをがっつりやったら、こんなに難しいもんなんだっていうので何年かして、結局お笑いにどんどん染まっていくんですよね。何を習うんですか 養成所ってそのダンスとか、お芝居の稽古もあるし、いろいろあるんですけど、残るやつはほぼ行かないです。えあの、金曜日にネタ見せっていうのがあるんですよ。自分たちで考えたネタを、 生徒全員の前で披露する。<laughs> うんうん、僕はそれしか行ったことないです。演技レッスンとかそういうの行かない,、はい。演技レッスン、ダンスレッスンとかやってたやつは全員やめました。そ,そういう考えのやつは。<ー>だってお笑いなのに、笑わすことに特化した日に行けばいいやんかっていうので、やってたんですけど、後にね、ドラ,ドラマや何やにいろいろ出させてもらうようになって、ある日、そのナンバーグランドカ月、バッと歩いてたら、そのお芝居の稽古の先生、新喜劇の先生がいたんですけど、その人は前からなんかニコニコして、 しながら歩いてきて、あんたはこうなると思ってたって言ったんですけど、その人と僕会ったことないんですよね。<laughs> その事業に出てないから。<laughs> 誰と勘違いしてんだろうな思いながら。<笑><笑>でもな、なん、売れた身からして、全然売れない人っているじゃないですか。うん、はいはいはい。何が違うんですかね。お笑いでですか。うん、うん、単純に面白くないんですよ。え、だから、なんで面白くないんですか。はい、なんで面白くない。 なんか、僕も売れてない芸人の知り合いいっぱいいるんで、はいうん、面白くないのはわかるんですよ。まあ、ほんと面白くないよね。<laughs> うん、でもそれが全てになる、ね。俺の方が面白いわって思うもん。例えば、トークが下手な人ってあるじゃないですか。うんはい、まあ、女性全般に言えることではないんですけど、女の人のお話っていらないこと多くないですか。例えば、あの、膝を怪我してる女の子に、膝どうしたんって聞くじゃないですか。 ふもう普通はその現象をすぐ喋ってくれたら分かるいや実際、最終的に分かったのは、会社の手前でつまずいてひ膝を怪我したなんですよ。はい。それを聞いたんですよ、僕。はい。聞いて、今朝起きて、オチ分かってないですから。お,ん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 お母さんが、私いつもパンダっていうのにご飯出してきたの。それにムカついて、ほん,んで怪我したんかな。でも、もう時間ないから食べないって,って、もう、 家飛び出したのあ、それで怪我したんやと思ったら、そしたら横に、ね、引っ越してきた人が、大型犬飼ってんのつっ,って。おうん。それになんかなって怪我したんやと思ったら、そ大型犬っていうワードに、隣の女の子が、何犬ってそっちに食いつくんですよい。今その話しちゃうね。怪我の話聞きたいねんって。どんどんそのずれていって、最終的に結構長めに聞いてたら、最終的に会社の前でつまずいて怪我をした。<laughs> だから、後奥下手なんですよ。 うん、いや、いや女子会トークって大体そうですよ。はい、す、すぐ脱線するでしょ 脱線するし、うん、落ちないですよ、大体最後。そう,そうそうそう。最後、もうなんか、怪我したことを話してたことを忘れてますもんだ。だからそういう、その、組み立てができない人がトークが下手な人なんですよ。でも、うん、そういう人って、うん、マジでずーっと喋ってるんですよ。僕なんか、ここにね、勝間和代さんっていうね、はいはい、経済評論家みたいな人がゲストで来た時に、はい、ゴルフが趣味なんですね。で、堀江さんは、なんか、いつ仕事してるんですかぐらいな感じゴルフ結構行ってるじゃないですかって、ゴルフしながら俺仕事してるよ、スマホでって。うん ねゴルーなんて歩きスマホしたって、全然安全だし、撃、うん、ってる時がずっと、あれじゃん、暇じゃん。はいはい、人が撃ってるのとか見てねえし、音聞いたらナイスショーって,って <laughs> 音聞いてナイスショーって見てないんだけど。<laughs> いや、音だっそれ。いや、音でわかるんですよ。ああ、いう音したなと思ったらナイスショーって って言ってます。はいはい、で、だからほとんどゴルフしてる、だから4、5時間とか、ずっとスマホで仕事できるんですよね。うん、っていう話をしてたら、ね、えー、嘘でしょみたいな。うん、私ずっと喋ってますよっていうわけ。うんうん、多分そういう話ですよ、ずっと。多分、あの、もう、落ちのない、ずっと。そう。なんかね、ツボ押しをしてるみたいな感覚らしいですよ。いや、もう、言葉でツボ押しをしてるんですって。こうずっとお互いにツボ押しをし合ってるみたいな。言葉で。 なるほどね。面白さとかを求めてないんだと思いますよ。まあそういうことか。か関西人は特にあの、落ちを求めてしまうので、はい、最終的になかったら素、素人の方も落ちないんかいっていうような世界なので。僕、もう一つ構造としてはい、はい、思ってるのは、うん、ちょっと今日そのお笑いのね、最後の結論に達したいんですけど、ツイッターとか SNS って、一億総ツッコミ社会じゃないですか。で、ツッコむのってめっちゃ楽じゃないですか、そういう意味で。うと 僕がなんか変な、ちょっと炎上しそうな発言したら、はいはい、ブワーって突っ込みのツイートが入るんですけど、野菜食え、みたいな。 野菜食え。僕がインスタに和牛マフィアやってるんで、肉の写真をずっとアップしてるわけです、うん、で肉がメインなんだから、肉をアップするに決まってるじゃん。なのになんか野菜も食った方がいいですよとか、和牛 <laughs> マフィアの宣伝してんのに、なんで野菜食えとか関係ねえじゃんと思って、うん、そしたらみんななんか僕が野菜食えって言うと切れると思って、切れ、うん、ーの人だと思われて、うん、<laughs> 野菜食え、野菜食えってずっと、だから、あの、アホの坂田さんに、アホの乗せけてて、とかって言ってるようなもんですよ。 坂田一緒、実際の道歩いてるときに、アホあアホの坂田って言ったら、あれがアホシって切れますからね、あの人。<laughs> 自分で言うてんのにそ。それを求めてるんでしょう。<laughs> いや、芸人さんだったらいいですよ。うん、芸人さんだったら、野菜食えうるせえ、バカ僕ボケ,ボケみたいな。<laughs> あと、僕、行ってらっしゃいってのがあるじゃないですか。めっちゃ求められるんですよね。要は、一緒に写真を撮ってください。で、行ってらっしゃいしてください、みたいな。まあ、それはね。 あの、宮迫ですもそうですけど。えでも、それは宮迫さんをおらん芸人だから、そう、宮迫です、できたらそれはいいじゃないですか。はいはい、それがあるってめちゃくちゃいいことじゃないですか。うん、僕、行ってらっしゃいだから、うん、行ってらっしゃいのいいところってみんなできるんですよ。あの、宮迫です、ちゃんとできる人いないんでしょいないです。実はものすごく複雑なんです、あれ。そう。あの、対極拳の動きなので。対極拳の動きらしいんですよ。そうなんですよ。 出た時に、うん、芝居の稽古の前に毎回の太極拳の先生が来て精神を整えるためにいて毎回太極拳がされるんですよそれを数か月やってたら知らぬ間にあの動きになってたんですよねだから難しいんですよね太極拳の動きを取り入れてるんでそんなに簡単ではないんですよいや意外と難しいでしょ <laughs> でも大体の人がこうやって これはあの、かごちゃんです、辻ちゃんですなんですよ。つんこやんと、あの、ダンスの先生、夏真由美先生っていうと、といろいろダンスをやってた人が、モンブソンダンスの担当の先生が二人から、あの、天然素材ってやってた時に、その先生がダンスの先生やったんで、その二人から、宮迫ですをもらえないかと、って言われて、じゃああの、高級焼肉でっていうので、あ あげたんですよ。だから向こうの方がすごいばっと有名になって、あのそそれに追随してなんか僕もなんか有名になったっていうそういう歴史がある。要はネット上でボケる人がすごい少ないんですよ。ツッコむ方が簡単だから。なるほどね。 っていうようなことが、なんかお笑いの構造に、上手い人と下手な人みたいなところに、なんか関連してるんじゃないかと。うん、女子会トークはつまらないとか、その、ツッコミの方がやりやすいとか。僕もともとボケしかやったことがなかったんですけど、はい、多分、ツッコミのイメージの方が強いのが、まあの、その司会とかやり始めて、うん、ツッコミボケやったりもするんですけど、どっちかというとツッコミのイメージがつき始めたと、あの、当時ね。 ワンナイっていうあのコント番組やってて、コントツッコミっていうのがいなかったので、そのツッコミを全部僕が任されたんですよ。で、それをず、ずっとやってたら知らない間に、なんかツッコミみたいな限度になってきたんですよね。ほんで、その後にアメトークっていう番組ができて、出てる芸人さんに、まあツッコミ入れていく役になったんで、もともとはもう、喫水のボケやったんで。でね。 その、お笑いが下手な人、要はお笑い芸人をやりたいのに、お笑いが下手ってめちゃくちゃ致命的じゃないですか。それって、まあ分かんないですけど、僕はあんま漫才とか見ないんですけど、漫才って一応ネタ考えるんでしょで、それを、その、まあ練習して、パッ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 、こう、いい感じの間でできるようになるわけじゃないですか。例えば、じゃあ仮説としてね、誰かめちゃくちゃ面白いコントを書ける人に、コントなり漫才書ける人にお願いをしてお金払って、 それをやれば面白くはならないんですかそれも違うんですかもちろんその僕らで部の師匠方はその漫才作家とかコント作家の人をつけてそれで一緒に考えたりはするんですけど僕らは二人でまあ基本的に大体どっちかがネタ考える方どっちかがやらない方みたいな僕がネタ考えてそれをこんなんどうやっていうのを <あ>こうした方がいいんじゃないみたいな相談ですよね。それだと、もうコンビを組んでて、両方ともネタを作るのが下手だったら、もう絶対売れないじゃないですか。絶対売れないですね。だったら、うまい人に頼んだ方がいいじゃないですか。うん、ただそのうまい人が考えたことを咀嚼して、ちゃんと実現できるのかっていうところ、資質の問題は大きいかもしれないけどね。そうなんですか、うん、演出家つけてもダメなんですか難しいと思うなちょっと資質の問題あるもんな何が違うんですか クラスの中で面白いやつっていうのはいるじゃないですか。でも、その学校レベルの面白いやつっていうのが、そのままお笑いの世界に入ってきて通用することはそうではないですね。まあそうそれと一緒で、あの、高校の同級生と一緒に、その、NSC 養成所に入ってきたんですよね。そいつは、教室の中で一番面白いやつとされてたんですよ。でも、結局のところ、 いつもあの、僕が今このタイミングでこれ言うたら受けるぞっていうのをいつも指示してたんですよね。そいつ自身が面白い。ただ、それを実現できる能力はあるけど、結局考える能力はなかったから、その子は結局や,やめていったわけですようんで。僕はあの、指示しながら、絶対に受ける場所だけ自分が出るっていうのを、そういうクラスの2番目で面白いやつだったんですよ。ああ、なるほどねで。そういうタイプが、まあ生き残る可能性は高いですね。難しい話ですけど。